こんにちは、高齢者体操 TV。 今回ご案内する内容は歩行についてですね、やっていきたいと思います。で、今回ですね、歩行は股関節で歩くというのをテーマにちょっと考えていきたいと思います。で、普段ですね、皆さん歩いていらっしゃると思うんですけれども、特にご高齢の方で多いのが、体幹や股関節を使わずに、もう本当に足先だけで歩いている方っていうのはたくさん見受けられます。で、そこをですね、うまく改善するためには、やっぱり股関節をしっかりこう使いながらですね、歩いていただきたいということで、歩行に近い形でご案内していきたいと思います。で、まずですね、どういうふうにやるかと言いますと、足を歩行のように前後に開きます。はい、で、ここまで来ていただきましたら、骨盤をしっかりと横に振るようなイメージでバランスをとっていただきます。こうやってやります。で、この時にですね、ポイントがありまして、頭を傾けないように、頭は維持してやってみてください。で、これだ、どうしてこういった動きをするかと言いますと、股関節でバランスを取りながら歩いていただきたいんですね。なので、頭をしっかりと維持して、股関節でブレをしっかりとキープしながら歩いていただきたい。これがポイントになります。で、1個ですね、バランスが実は前後にすると取れなくなってしまって、転んでしまいそうになっちゃう方いらっしゃるので、壁などがあれば、壁を使ってですね、このまま最初に練習してみてください。で、慣れてきたら、ここから、片手にしてみたり、そして両手外して少しこう横に振ってみると、このようにやってみてください。そして、次にですね、こっち反対側に変えてやると。で、まず最初にですね、片方やったら、この状態ですね、片方やったら一度歩いてみてください。そしたら、例えば今左足が前に出てますね。左足が前に出てる状態の時に、なんかいい感じで歩けるっていうのが分かります。なので、まずこう前後に開いてバランスをここで取ってみるというところからですね、ぜひやってみてください。で、回数としましては、まず1日にですね、いや、まあ1回ですね、1回に、10回から20回ぐらいこう鳴らしてみていただいて、そして1日に3回ぐらい、やっていただくと結構効果が出られると思いますので、やってみてください。はい、今回はですね、股関節というのをテーマにやってみました。ぜひですね、日常動作の歩行に関しては、しっかりと体幹と股関節を使っているという意識でですね、やっていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。